皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、こちらですね、面白いもの売ってました。今スーパー行ったんですが、鶏皮だけ久々に見たね。こう市場行きゃ売ってるんだけど、スーパーで初めて見たなみたいな感じで、ほらもも肉とか胸肉にさくっついてんじゃん。であれのことだね、これ鶏皮ね。はい、それではね、本日も早速始めてまいりましょう。はい、本日はね、鶏皮が進むくんですね。まあ要するに鶏皮ポンジーとですね、鶏皮ポン酢ね、これ作っていきたいと思います。まあ、はい、まずお鍋に黄金だし入っておりますね。これを沸騰寸前まで持っていきましょうか。それではちょい待ってください。はい、黄金だしの方ですね、沸騰寸前まで持ってきました。はい、そうしたら、はい、鶏皮ね、はい、ガツンガツンと入れていきましょうね。くるるんるんとね、丸まってきますよ。くるるん、でけえねこれ結構ね。これこんな食えんのかこれ。まあ食うか。はい、こんな感じでガツンガツンとね、はい、全部鶏皮ですね入れていきましょう。そして結構ね、アクが出るんで、アクが出たらね、バツンバツンツリリンロンとね、すくってまいりましょう。はい、お分かりになられますでしょうか。アクの方がね、アクンアクンとね出てまいりましたね。はい、こんな感じで、まあそんなでもこれ出ないね。あとは軽油、チー油ね、この油、ほらわかる、この琥珀色の憎いやつ、これよね。お、アクちょっと出てきたね。はい、すくってすくって、で今日はね、完全にこれね、鶏皮火通しちゃいますね。これ生だと危ないんでね、完全に火を通してしまいましょう。それではね、あと1分ぐらいグッツングッツングッツリなとね茹でてまいりましょう。はい、1分が経過いたしました。いい感じだね、いい感じ。はい、そうしたらこの鶏皮を持ってまな板コーナーの方へゴーしましょう。はい、ただいまですね、鶏皮を持ってまな板コーナーの方へやってまいりました。それではね、早速これちょっと刻んでいきますかね。まあ俺大きい方が好きだって方は、まあこのままやっちゃっても構いませんね。そのままでも結構美味しいございます。どっちかってなんか細切りっぽくっていうか、食いやすいようにね、切った方のがね、食べやすいと思われますので、これガツンガツンとね、切ってまいりましょう。結構ね、これ火入れるっていうか茹でると丸まっちゃうんでね。でちょっと切りにくいかもしれませんが、ガツンガツンとね、そしてこれちょっと茹でたてすっごい熱いんでね、手はやけどしないようにねお願いいたしますね。はい、こんな感じでね、軽くこう引くような感じでやるとね、いい感じでこう切れます。もうプルンプルンだね、もうすんげえ油だねこれみたいなね、感じではないでしょうか。まあ軽油には結構ね栄養分たっぷりプリンとねありますんで、ぜひね見かけた際には。でもあんま見かけないよね、でもね。まあ見かけなかったら、まあ自分でほら、もも肉とかさ、胸肉とかさ、料理する前にこう皮剥がしてねやりますかね、感じでもよろしいのかもしれません。売ってればね、まあ市場とかね行けば必ず売ってるんですけどね、1キロパックとかでね。なかなかスーパーではね、私初めて見ましたよ今日ね。はい、こんな感じでね、ガッツンガッツンパッカライナですね。はい、ガッツンガッツンパッカライナと。はい、こんな感じに切り終わりましたね。はい、そうしたらこのままですね、ポン酢につけるタイプもありますが、ちょっとね少しフライパンで焼いちゃった方のが私的には好きなんでね、そちらのバージョンでね今日お送りしたいと思います。それではね、またバーナーのコーナーの方へゴーしましょう。はい、またまたですね、バーナーコーナーの方へやってまいりました。そうしたらね、フライピンに油ね、これごま油がいいね、ごま油なければ油使わないでいいですね。もう香り付けのごま油なんでね、今回はもう鶏皮から油ガツンガツン出るんでね、油敷かないです。ある方はごま油ちょこっとね、香り付けなんでね、お願いいたします。はい、したら天下一発ですね、なじなじなじんこなじりな、まあなじまねでいいかね。はい、したら切った鶏皮ですね、はい、これをガッツリーナと入れて、あとは炒めるだけでございます。はい、それではね、フライパンの温まるのを待ちましょう。
はい、添加すること2分ぐらいですかね。だいぶいい香りが厨房に漂ってまいりました。で、鳥皮バッカンバッカン跳ねるんでね、やけどしないように気をつけてくださいね。あ、ガッツンガッツンパッカライナと、あ、ガッツンガッツンパッカライナと、もうちょっとね、鳥皮がちょっときつね色になるまでね、炒めてみます。あ、ガッツンガッツンパッカライナですね。いや、まあ、これだけ塩振ってくってもこれ絶対うまいやつだから、これね、うん、まあ、嫌いな人はね、鳥肌が立っちゃうぐらい嫌いかもしれませんがね、うまくまとめ、あっちのね、うまくまとめてんじゃねえこの野郎いやね、感じはないでしょうか。はい、それではね、ちょっと炒めちゃいますね。熱いぞ。はい、お分かりになりますでしょうね。ガツンガツン炒めてね、この色熱いな、非常に飛ぶんで気をつけてくださいね。はい、もうそしたら火を止めて完成としましょう。それでは器の方に盛り付けてポン酢ぶっかけて、鳥皮ポン酢の出来上がり、鳥皮が進むくんです。はい、こんな感じでね、お皿の方に鳥皮っていいですね、入りました。はい、そして先ほどの茹で汁、なんで黄金だし使ったのよっちゅうことですね。はい、これでラーメン作っちゃうよ。はい、それでまずですね、おろし生姜少々ですね。はい、ガツンガツンパッカライナと、あ、ダンダンダダンですね。はい、そうしたらニンニクですね、次ね。はい、ニンニク一かけぐらいね、これもおろしてガツンガツンパッカライナですね。はい、入りました。ガンガンガガンガガガンガンと。はい、そうしたら先にいっちゃうか、醤油ね。はい、香り付けのお醤油二回しぐらい。はい、そしてこの黄金だしに対しての 1% の塩だね。はい、塩パッカリーナパッカリーナ、こんなもんだな。はい、そして少々の味のミーティーですね、味の素入りました。一回火止めてみるか、味見しようね。はい、それだね、もうこれできたよ。もうこの油ギッシュ、これがまたうまいんだよね。いただきます。うん、ああ天才的、もう一発完了だね。はい、もうこんな感じでできました。はい、そうしたら、まあ、ラーメン茹でたい人はね、ラーメン茹でてください。ちょっとめんどくさいんでね、20円焼きそばね、はい、ぶち込んでもう速攻でできますね。はい、ガツンガツンパッカライナとね。はい、もうこれで完成ですね。はい、それでは鶏皮ポンジーですね、鶏皮ポン酢の方ね。はい、ね、ポン酢ですね、ポン酢をかけましょう。で、ポン酢の作り方は別動画にありますんで、忘れなかったら貼っつけときますね、下にね。はい、こんな感じになります。はい、もうラーメンできたね。はい、ラーメンできたらネギバッツンバッツンと、はい、こっちもネギバッツンバッツンと、で、あとはもみじおろしだね。はい、もみじんをね、もみじおろしね、作り方は別動画にありますんで、よろしかったらそちらもご参照ください。はい、これでラーメン&鶏皮スムくんセットで完成でございます。それではテーブルの方に運んで食してまいりましょう。はい、テーブルの方にですね、鶏皮スムくんですね、鶏皮ポン酢ですね、運んでまいります。それではね、早速食してまいりましょう。このカリカリ感がいいね。この丸まった外がカリッときて中がプニュみたいなね、これ個人的に好きなんですよ。いただきます。うまいね。いや、もう酒欲しくなっちゃうね、これね。酒欲しくなります。いただきます。歯ごたえだよね。はい、そして鶏皮ゆで汁ラーメンですね。これがいい出汁出すのよ、すっげえうめえから。いただきます。あっち、上にもう油でコーティングされちゃってるから冷めないね、すごい熱々です。あ、最後にね、卵とブラックペッピー振らさせていただきました。いただきます。熱っ、まあうまいね。まあうまい。水でさ、鶏皮茹でた場合は本だし、本だしの和風になるか、丸鶏スープの素なりなんかね、足してうまみつけてくださいね。これ黄金だしでやるからこそ、この黄金だしのイノシン酸、鶏皮のイノシン酸ね、これが相まって最高になるわけでございます。
ただきます。これインスタントラーメンでもいいよ。インスタントラーメン、あ、インスタントラーメンだったらさ、もうあの鍋の中にもう粉入れて、あ、先にあれか、麺茹でて、で粉入れて、もうそれでもすっごいうまいから、間違いないから。うん、いただきます。おいしい。うん、まあうまいね。いや、まあうまい。うん、いただきます。またこの麺にさ、この鶏の油がこうてください。熱いの熱くないってどっちなんだい。熱いです、激熱です。いただきます。うんうんうん、おいしい、ね、そして鶏皮ポンジだね。うん、これ辛いのよ、こんなつけて。いただきます。うん、俺ポン酢つくのめんどくせえって言ってたのは、味ポンとかそういうので、うん、大丈夫だと思います。うん、ほんと簡単なんだよ、ポン酢つけ方。辛いな、これ辛い、もみじ辛い。うんね、簡単なんでね、ちょっと下に貼っつけとくんで、ぜひね、見て作ってみてください。ほんと簡単だから。うん、うん、うん、おいしい。うん、いや、いい定食できたね。うん、鶏皮ポン酢ラーメン定食ね。いただきます。うん、おいしい。うん、一気食いだ、これもね。いただきます。うん、あーつ、あーつ、すごいうまい。うん、もう額から汗が止まりません。うん、ほんと熱いです。うん、おいしい。はい、ということで本日も最後まで、無駄なしばかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、うん、鶏皮がすごく、まあ鶏皮ポン酢だね。うん、そしてそのゆで汁で極うま塩ラーメン作れます感じでね。一つの材料で二つね、楽しみますので、ぜひね、お試しくださいませ。そして皆様に一つ、お願いございます。動画アップのモチベーションを維持するために、皆様の温かいグッドマーク一票を入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。じゃあね、鶏ガーポン最高、塩ラーメンも最高。じゃあね。